田中鈴木おお、え、スタート。おお、ATX トーク MX などで放送されていたアニメでございます、はい、初めてのギャルからこちらの方に来ていただきました。どうぞ。はい、シリーズ構成を担当させていただきました百瀬雄一郎です。よろしくお願いします。百瀬さん。そして宣伝プロデューサーのこの方です。どうぞ。はい、アニメの宣伝担当やらせていただきました角川の弓岡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、もう何度か来ていただいておりますけれども、はい、うん、はい、ということで、まあ、今回はクリエイターの方もおられますので、千代丸さんにもね、あ、僕、そういうことでございます。僕ですか、はい、僕じゃあクリエイターとしてここは出ればいい。そういうことでございます。わかりました。なかなか大変です。ゲーマーとして出たり、クリエイターとして出たり、そうですね、いろいろやっぱり出来上げたやから、まあまあまあ、いろいろできちゃうんです。そうそう、来てるんで仕方がないです。仕方がないです、来てるんで。お願いします。さあ、ということでございまして、ATX 東京 MX サンテレビ、三重テレビ放送、岐阜放送、KBS 京都でですね、放送されていましたアニメ初めてのギャルでございますけども、先日大好評のうちにですね、放送ね、無事終わりまして、はい、原作コミックが4巻まで出てるということでね、月刊少年エースにて、連載中ということでございますが、まあ、ちょっとざっとね、お話どんな話だったか、ちょっと浜ちゃん、かんちゃん、教えてちょうだい。はい、 DT の非リア充×ギャルという意外なカップルの恋愛模様を描いた上野めぐり先生のラブコメ、月刊少年エース角川で連載中です。そういうことですね、はい。新学期それは新しい出会いの季節、見渡せばカップルだらけの教室で橋場純一は苦悩する。なぜ俺はまだ DT なんだ、うん、悲願の DT 卒業のためにはギャルに土下座で頼み込むのが近道と友人から聞いた純一。最悪の友達ですね、うん、同じクラスのギャル八女ゆかなに土下座で告白、ね、キショって言われてました。結果ゆかなの返事はまさかの OK。 そうなんよね、これ果たして純一の運命はというスタートでした。そういうことでございましたね。あの土下座した瞬間のね、あのこの視界がね、いい感じだな。みたいなね。あそこからね。けどまあまあこう結構いろいろ展開していったということでございますけれども、ちょっとね、はい、改めてここで主要キャラクター振り返って見ていきましょう。はいはい、ザラッとね。はい、うん、まず彼でございますね。はい、まずは橋場純一くんです、うん。主人公ですね。はい、DT を捨てたくてギャルに土下座しちゃうっていう男の子です。うん、ですね、もうさっきの括弧で DT 童貞って書いてありました。書いてました。まあいいや。まあ彼はもうね、高校になったらすぐできると思ってたんですよね。そうですね。甘い世の中スマホちゃうよ、はいはい、そしてがこの女ですね、はい、ゆかなちゃんです。ヒロインのゆかなちゃんですごいですよね、はい、こういう見た目なんですけど意外とねガードが硬いっていう。そうね、結構純なとこがあってね、はい、好きな食べ物メロンパンって前に2つ持っとるやん、はいね、そんなあります、はい、ありますさあそして、はい、出ました先輩、はい、本庄蘭子ちゃんです。で北入さんがやっている。あ、素晴らしい、はい、キャスティング最高。ランコはもうゆかなが大好きでこれがねまたね、はい、不思議なんですけど。そうなんですよ、大好きすぎて純一を襲っちゃうっていう。なるほど、逆にね、はい、複雑なそうなんです、複雑な愛情ですよね、はい、うん、食われる前に食えみたいなことでしょうかそうですね、はい、はい、そして出た、はい、カジユイです。これ竹田さんがやっていただいてるクラスのマドンナです。結構おとなしそうに見えてってことでしたよね。そうなんです、実はね生主なんですよ。こういうおるんやろな、世の中にもいっぱい。そうですね、おとなしくしてるんですけどね、うん、ネット上ではギャル化しちゃってっていう感じ、うん、そういう一面を持って、はい、漫画の中から抜け出してきたような存在って面白いですあえて言うっていうの漫画じゃねえかって言って、うん、いや本当ですね、本当そうだね、うん、
画の中で私今気づいちゃいました。何気づいちゃった。そんなことあります。今気づいちゃいました。何を宣伝してたんですか。そこが面白いとこじゃないですか。本当ですね。これ最高のボケですよこれ、うんうん、本当ですね、うん、俺カレーライス嫌いってここにカレーいっぱいついてるそんな感じで言うたらね。本当です、びっくりびっくり。後で話しましょう。はい、はい、じゃあ続いて、はい、出ましたねねちゃんです。妹的存在のとにかくおっぱいの大きい女の子です。このカーディガンをねハンガーにかけた状態を見てみたいんです猫耳みたいな状態になってるってことでしょ。この前がそうですね、この 3D になっているのかなっていう夢が詰まってますね。まあね、11号こんなそばにこんな可愛い子がいるのにみたいなとこでございますけどもね、小倉優さんでございます。はい、そして出ました、サンバカ。サンバカです、うん、ああね、もちろん3人とも DT です。アホなアドバイスしかしない、ね、そうです。そうですね、もう豊中なんてそのまんまです今年はそのまんまです、はい、そのまんまってどういうこと。いやこいつこんなんですよこいつこんなんて扱いひどいな。だからこんなやつです、こいつは。見た目ってことですか。はい、もう見た目もこんな感じ、性格もこんな感じ。物言ったら白石さんだってこんなもんだよあんたの言い方さ知ってるからこそ ね言えちゃうんですけども、はい、はい、ということでございまして、はい、まあ、今日はですねシリーズ構成のね百瀬さんが来ておられますのでですね、普段聞けないトークをいろいろ聞いていこうということで、一応トークテーマいろいろ用意してますのでね、それにこうね沿っていきたいと思います、はい、じゃあかんちゃん、まず最初は何でございますか。いいかな、いけるかな、はい、じゃあ行きましょう。最初はこちら、ドン。シリーズ構成とはどんな仕事。いいですね、なるほど、うん、それ知りたいもんね、まあ、そのシリーズ構成、千代丸さんは別にそこまでしないですか。いや、まあシリーズ構成まではしないですね、うん、シリーズ構成って割と難しいんですよ、うん、いわゆるプロット書いたりシナリオ書いたりとまた違うんで、うん、全体を通じて、あそこ俺が買ったとこじゃないどういう仕事なんですか。いや聞けますね。いやちょっと今来ちゃってる。これなんで分かったんやろ。いや、まあ簡単に言うと、うん、まあ、脚本の監督っていう立ち位置が一番分かりやすいかなと思うんですよ。脚本の監督する、はい、もう 全部を通してですね、うん、ギャルだと10話なんですけど、10話、そうですね、うん、1話から10話を、どの話数でどういうふうに話が展開していくかっていうのを最初で提示して、で各脚本家さんに説明をして書いていただくっていう、うん、なるほど。10個にどのように割っていくか。そうですね、で脚本家さんをまとめて、上がってきたものをチェック入れて修正をこう本読みというしていくっていう。結構だから俯瞰で全部見通さないとダメなわけですね。そうですね、めちゃめちゃ重要ですよ。だからシリーズ構成が悪かったらもう1話切りとか3話切りとかされちゃうんですよ。怖いですね。怖いですね。やっぱり最初はそれなりにこう情報も詰め込みつつ、うん、後ろも薄くならないように、でも私立も美にならないようにせなあかんし、バランスですよね。こう難しい役割です ですね、まあ、本当に監督に近いポジションですね、うん、はい、はい、さあそして続いての質問こちら。アニメの脚本家になりたいという人はどんなルートでなるもの。なるほど、なるほど、そうこれですね。昔、まあ、声優さんってどうなんのみたいなあったじゃないですか、はいはいはい、今は学校があったりするからいいですけど、うんうん、そういう昔役者からまさか声優みたいなのなかったと思いますけど、うんうん、この脚本家っちゅうのはどうやって。これは正直僕も聞いてみたいんですよ、まあ、やってはいるんですけど、うんうん、脚本家もやっておられるんですよね。今回は初めて。あ、そうなの。そうなんですよ。構成っておそらく普通はシリーズ構成さんに弟子入りして、うん、各いろんな現場をこう経験した上で、うんうん、認めていただいてプロデューサーさんから今回どうですかっていうのがおそらく普通だと思うんですけど、はいはい、なかなか弟子入りって今ね聞かないじゃないですか。どの業界でもだってそれこそ芸人さんだって弟子とかなかなかもうないじゃん。今ないですないです、ね、ないです。養成所とかあっちありますからね。うん、ね、弟子入り経験ないですよ。そうなんですよ。アニメの脚本も書いたことなかったんです。え、今回が初めてなんです。何をしてたんですか、その前。もともと前のお仕事がアパレルだったんですよ。まあ確かにアパレル感ありますよ。いや違う。見た目本当におしゃれさんです。アパレル感あります。非常にアパレル感あります。いや、まあまあ、服選んでほしいタイプです。サイズ M から L まですぐ出してくれそうやけど、うん、さささっとね、うん、これは小さめの M とか言ってくれそうですまあそんなこと言ってました。
アパレルやってたのに。そうなんですよ。で、まあ元々小説を書いてて、で、あの仕事を辞めたタイミングでなんか紆余曲折あったら、ちょっとアニメのプロデューサーになってて、ね、ちょっとそこ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 、百瀬さんそこそこ、まあそうですね。そこをあの辞めた次の日ぐらいに友達から電話がかかってて、ちょっとうちの仕事手伝ってよ。あ、分かった、行くって言ったら、アニメの会社があるって言われて、言ったら、じゃ あのよろしくねって言われて、ガシって言って、あ、はいって言って、何やるんだろうと思ったらプロデューサーだった。あ、まあけどもともとあの別の、それアニメにした方がいいんじゃない。モモセの一生。だけどあの前にあのアニメの制作進行経験はあるんですよ。アパレルの前にあのアニメの制作進行 でその前がアパレルだったんです。アパレル、アニメ、アパレル、アニメ、交互にね。じゃあ次またアパレル戻っちゃう、戻る可能性もある。なんじゃそのカスタネットみたいな人生。売って休んで、売って休んじゃない。なるほど。でも、はい、普通なら、やっぱりそういうアニメの制作会社に入るとか、そうですね、そういうやってる方につくとかっていうのが王道なんですね。まあね、うん、でも今はもうほらネットもあるし、うん、それこそ書く読むとかさ、うん、ああいうところにこう自分でシナリオ上げたりね。そうか、今、まあ、それでいろんな形 で作家からね、うん、もう昔みたいな小説家ってイメージないですもんね、うん、ライトノベルとか特に。そう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 、自分でどんどん発信して認められたらみたいな、うんうん、まあ、地味に角川の宣伝も入れてる。ありがとうございます。今日輝いてるな。いや、もうなんかね、すごいやっぱいけてるんだな。うん、最近。次行きましょう。次の質問こちら、はい。初めてのギャルと百瀬さんの出会いは。あ、なるほどね、うん、まあだから今作がほぼほぼね、うん、初めてっていうことなんですけど。そうですね、これどういう出会いでこの作品に関わることになったんですか。出会いというか、まあ、あの会社行ったら来年うちで仕事、あのアニメ作るから原作どれがいいって言われて、角川さんから渡された原作を読んだ時に、その一つ、三つぐらいある中の一つがハジギャルで、どれがいいシステム。あ、聞いたことないよそんなの。ファミレスじゃないんだからさ。そんなメニューが出てきちゃうんですか。あの世の中のみんなに言うときますよ、これは特殊な成功例やからね。いやいや本当にあんまり参考にならへんからね。百瀬さんやからっていうとこあるから、まあ、今ざっくばらんだったんですけど、あのもちろんあのその後に企画を通すから企画書を書いてくれって言われた。要はプロデューサーだから、うん、一番やりやすいのをっていう、今かなり端折っちゃったんですよ、ね、やりやすいのどれってことで、ね、選んだっていう。そういうことですね。最初ですね。なるほど、はい、その時どうでした、その作品を、ね、3つ選んだ時に、はいはい、そのこのハジギャルの印象は。そうですね、懐かしいラブコメだなと思って、絵柄もそうですね、僕がその高校、まあ、中高ぐらいの時の、ね、すごい魅力的だなっていうのと、あとギャルを題材にしてるのか、ギャルを題材にしてるのがこれは勝てるだろうっていう。あ、なるほどなるほど。まあこうね、無理めな女の子ね、モテへんやつが、ね、好きになるっていうのは王道ですからね。ですね。なるほどなるほど。いや、僕初めて読んだ時は、うわ、すげえ適度なエロ漫画だなと思って。ちょうどいい温度。我々の子供の頃ありましたから、そうそう、ギリギリのところっていうのがね、やっぱいいんですよ。そうです、うん、行き過ぎない感じがね。そうなんですよ、ね、なるほどなるほど。あ、そういうのがあったんですね、うん、さあ続いていきましょう、ドン。今はコミックスが4巻まで出ていますが、アニメ化の話を受けた時点ではまだ1巻しか出ていなかったとか。そうなの。そうなんですよ。そうですね、これアニメ化決めんの早っ。そうなんです。角川さんの、え、1巻っていう感じでしたね、うん、そうですね。続きをくれって言ったんですよ。これじゃあこれしたいんで、他の続きを読ませてくれ。そりゃそうでしょ。そうなんですよ、うん、で言ったら、いや1巻しかないです。え、これがアニメ化なんですか。正気ですか。いやいや、結構言いましたね。ちょっとけど、アパレルのせいにすげえ上から言うの。正気ですか。違うんですよ、普通ってやっぱりやるんであれば、うん、ストックもあって、うん、そこから抽出してやるんであって、うん、いや僕の中で一巻でアニメ化ってことは、これ一巻を伸ばすってことなのかなって最初思って、うんうん、で聞いたら、オリジナル要素を入れてくださいっていう。膨らましていいと。あ、なるほど、うん、あ、そういうことですね。あ、なるほど、分かりましたっていう。え、なんでそれ1巻でアニメ化行こうって決まったんですか。だって普通はね、それこそまあ今おっしゃられたストックもそうだし、ある程度実績とかもあるじゃないですか。そうですね、原作がやっぱり売れていたので、うん、1巻がもうとにかく売れたから。そうですね、もう1巻でゴールみたいな。早いうちに行きましょうという社内の判断で。話できてないのにみたいなのがあったんですね。業界の半分角川がねじってるから。じゃあ続いての質問いきましょう。はい、こちら。原作者の方とすり合わせるのって大変じゃないですか。揉めません。揉めます。揉めます。え、
皆さんストップ、はい、ごめんなさい、はい、百瀬さんいかがでしたか、今作においてですけど、そうやってやっぱあの揉めるってことはよく聞いてたので、うん、僕もやっぱり結構すごくおどおどしながら構成案を出してこういうふうに愛情ありますからね、はい、原作とはね、やっぱり、うん、あのリスペクトを込めてこう、はい、この世界観にこういうふうなお話を当てはめていきますっていうのを出して、うん、やっぱり一番最初に見ていただいた時にはやっぱりかなり緊張しました、はい、あこれなんか言うの言われるのかなって、もちろん言われるのが覚悟だったんです、うん、オリジナルほぼあ、まあ、3は、まあ、かなりの量オリジナルだったんで、はいはいはい、もちろん言ってくださるかなと思ったらすごいそれがいいってなって、じゃあこの路線で詰めていきましょうって言われて、すごくやっぱ嬉しかったですね。だから揉めることは今回の現場でほぼなかったですね。そうか、結構、うん、原作者の方いい方っていうか心が広い、そうですね、そうですね、はい、すごくアニメを楽しんでくれて、うん、なるほど、さんの構成も、先生自体はこの作品で何作品目ぐらい、初めてなんですよ、それやったら初めてのだ、はい、これもそれやったらちょっと、はい、嬉しい、初めてシリーズだ、すごいですよね、はい、そうなんですよ、うん、あ、また、まあ、先生的にもいい経験っていうのもあったかもしれないですね、素晴らしいな、うん、最初でアニメってね、はい、うん、続いていきましょう、純一の仲間の遊んだ語りを生き生きと描かれていますね、すごい、なるほど、これも質問、質問それカンちゃんのブログやん、これカンちゃんのツイッターやん、何これ何これ、まあこう生き生き、どうですか、原作よりやっぱり、はい、多めなんですか、生き生きさん、そうだと思いますね、やっぱりあの一巻でちょっとあのモブで出てた男性キャラがいて、であのほとんど会話もちょっと でさらに名前もなかったんですよ、あ、そうですね、うん、でやっぱ見た時に僕やっぱり男の男子校乗りがすごく好きだった、なんとか組み込めないかなと思って考えて、であの先生にちょっと動かしていいですかっていうのをお伺い立てて、あ、もう好きにやってくださいっていうので、ね、あ、じゃあと思って、でまあ、見ていただいた方だったら分かるんですけど、かなり大暴れはしてるんですね、井岡さんも言ってたけど影の回し役みたいなね、はい、主人公みたいなとこもありましたから、うん、なるほど、やっぱりそういう思いがね、はい、あそこまで成長させたんですね、はい、じゃあ続いていきましょう、ドン、第5話までは各ヒロインにスポットを当て、第6話でキャスト全員集合、その結果王様ゲーム質問ちゃうやんあらすぎやんか、それそうですね、結果ですね、うん、これやっぱり王様ゲームしたかったですか、これは、あの僕がしたかったです原作は、原作もあったんですか、王様ゲームないです、なかったんですね、ないんですよ、うん、やっぱりあの全員集合して、うん、そのワイワイやれるものって何かなと思ったら、うん、やっぱり王様ゲームもっとあるよ王様さん、もっとありますよどこのアパレルで働いてたんですか、なんでそんなに王様ゲームに思い入れが、いやもう本当に昔中学生の時に読んだ、うん、まあ、あのアイズって作品があったんですけども、桂先生の、そうそうそう、桂先生の、うん、もう大好き で中学生の時に読んで、もう僕も DT でなんて華やかな世界なんだ大体中学生 DT ですよ、大体中学生で DT です、田舎の子じゃない田舎のヤンキーがおるとかじゃない限り、そんなないですよ、田舎のヤンキーだって見てるかもしれないすみません、僕の偏って周りの僕の知識でした、すみません、お詫び申し上げます、はい、そう一旦ね、はい、それでまあまあまあ、それであのなんとかやれなかったんですよ、王様ゲームだったら作品でっていうので、夢を実現し、はい、そこでだから最近の子やったら知らないかもしれないですね、王様ゲーム、そうですよ ね、だからまたこれでバーッとこうね入るかもしれないね、面白い、さあ続いていきましょう、ドン、特にアドリブが多かった第8話なるほど、ね、確かにそうですね、これは多かった、うん、まあでもアドリブ結構自由聞くんですね、まあ、このメンバーやからね、そうですね、うん、役者さんのレベルがそもそもとても高い方々なので、結構レベル高かったですね、はい、うん、で皆さんがアドリブに対してアドリブで返すみたいな、うん、やっぱりその流れを作っていただいたのは主人公の浅沼さんがやっぱり最初率先してやっていただいて、スーちゃんはもうね自分で舞台に回すぐらいの男ですからね、あ、なるほど、あ、うん、ほんな結構わっと自由にできて、はい、それに応えれる能力の高い方々が今回集まって本当に多かったですね、そうやってもう一回8話を ね見直したし、元の台本見ながら見たですね、もう全然違うんですよ、うん、違うの、でもそれはそれでちょっと注意すべきじゃない、いや そこまでずれてないですよ、基本的にはあの面白いんですけど同じなんですけど、うん、細かいあのないセリフとかをパツッと言ったりとか、ね、そうですね、はい、遊んでいただいて ちゃんとそのね作品と その思いとすり寄せ方がうまかったってことですね、いやでも8話ぐらいになってくるとだんだんキャラがもう自分に入ってくるから、うん、そのアドリブも本当そのキャラが喋ってるような雰囲気になってくるんだよね、なりますね、なりますよね、はい、だからいい状態やったってことですね、はい、はい、さあそして
第9話と第10話は完全にオリジナルの話。やっぱこれは、うん、先ほど言ってましたけど、はい、1巻しかない状態でスタートしたから。そうですね、やっぱりあのお話をきれいにまとめるには、うん、あの 2話使って一つ の、 その成長を描けないかなと思って、はい、ね、90はあの最初からちょっとテイストは変わるから、はい、一番やっぱり先生とお話を重ねたのは90でした。でもその言うたら原作のお話とアニメは違う可能性あるってことですか。そうですね、もう今の段階でもちょっとキャラクターの性格もちょっとずつ違ってきてはいるので。オリジナルキャラクターとかもいるんですか。90で出てきます、はい、完全オリジナルキャラ。まさにそのうちで言うとこの世界線ですねこれ、はい、そうですね、世界線が変わる。うちで言うところの松竹の立場で言ったらおかしいだろ。ゲッチャの立場で、ゲッチャでね、ちょまる様、はい、だからそのアニメと原作で違うということです。そうですね、で先生とも、はい、そこでの先生の話は重要ですね、すごく。そうですね、先生はこう来るなら、はい、私はこう行こうみたいな、はあ面白い。そうか、こういう効果もあるんですね。1巻しか出てないアニメ化っていうのは、そうです、ね、本作がちょっと変えるみたいな、うん、なるほどなるほど、うん、いや面白いですね。はい、ということでいろいろお話伺いました。ありがとうございました、うん、素晴らしい。さあそれではここでですね、ブルーレイ& DVD の情報でございます。こちらでございますね、はい、はい、先日発売になりました、うん、初めてのギャルブルーレイ&DVD ですが、はい、水の宣伝するみたいな。あ、すみません、これ第1巻ですね、はい、こちら封入特典にはですね、原作者の書き下ろしの、うん、なんと公式薄い本、初回生産特典、公式薄い本、はい、最高。ぜひちょっと読んでいただいて中を見ていただければと思うんですけど、なかなか作者の先生に自ら攻めていただきました。攻めてるね、なかなかないですね、こういうことも。はい、原作を超える素敵な薄い本が、はい、すごいですよこれは、これが初回生産特典で、ね、はい、出てくるわけでございます、はい、さらに、こちらですね、古川監督の書き下ろしのジャケットで、こちら、ジャケット出すとなんとピリッと破れて、はい、はい、こういう仕様になっておりまして、さらにブックレットは楽しみがまだありまして、中にはキャストさんのインタビュー等々も載ってるんですが、うん、裏面も楽しい仕様になってます。懐かしいね、これ懐かしいね、これね、こんなんあった、うん、あったね。もうこれか金持ちになるか恋人的に思ってきたみたいなね。いや、まさにそうです。あのですから お札のお風呂入ってるとか、そうそう、例えば、ね、この最後に鍛え上げてから、おい早く来いよって。懐かしい、素晴らしい、ね、これちょっとプロデューサーが毎回違うネタを仕入れたいって言ってたんで、そこもまた楽しみにしていただければなと思ってます。今後出ていきますからね、はい、はという感じとなっております。まあ、第1巻は発売されておりまして、はい、第2巻は10月25日、はい、こちらも特典いろいろある。そうですね、なんとジャケットが本日公開になりました。先輩や、はい、ランコちゃんで、毎巻についてる特典なんですけど、恥じらい CD っていうちょっとバイノーラル録音をしていて、あのヘッドホンで聞くと耳元で囁いてるみたいな状態で聞ける、はいはい、ちょっとエッチな感じ、な、はい、はあ、素晴らしい、はい、うん、そちらの CD のランコバージョンがついております、はあ、一家の方はゆかなになってます。なるほどなるほど、はい、これがどん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 こう、まあ、当然ついてくるんでしょうけども。そうですね、はい、3巻は11月29日、はい、4巻は11月22日、5巻は来年1月24日ということでございます。これね、発売予定でございますので、チェックの方よろしくお願いします。さあそして続いてはですね、原作情報でございます、はい、先ほども言いましたけども、こちらは現在第4巻まで発売中でございます。そして第5巻が12月26日に発売予定となっております。こちらなんとオリジナルアニメブルーレイディスク付き限定版がついてくるということでございまして、なんとこちらテレビで未放送のもので完全受注生産ということですが、百瀬さん、これ、はい、どうなってるわけですかこれは。そうですね、まあ、これはもうテレビではできなかった、うん、あのサービスショットをたくさん盛り込んだ文化祭のお話です、うん、テレビの時には放送できなかったわ、はい、できなかった、はい、テレビでは無理やったものを、はい、今回パッケージの方、パッケージと、コミックスと合わせて、はい、たくさん書きました。文化祭のテーマで、はい、結構攻めてると。そうですね、そうですね、こちらも先日アフレコも終わっておりまして、はいはい、ちょっとゆいちゃんがこのアニメ10話を全部通した後のここで開花したちょっと能力があるので、あら、なるほど、それもちょっとお楽しみにいただければなと思います。11話的な感じで見ればいいですね、はい、はい、そうですね、いやすごいです、完全受注生産ですからね、はい、これが素晴らしいでございます。締め切りがでもね、9月30日で明後日ですから、
みなさん、そうなんだ、急がないと。もうすぐだ。あっちまですよ。はい、よろしくお願いしますね。お願いします。よろしくお願いします。はい、11話楽しんでください。さあ、そしてですね、音楽情報でございます。純情のアフィリアが歌うですね、オープニングテーマ、初めてのシーズン、そして選ばれしが歌うですね、エンディングテーマ、ダブチックラブでございます。ギャルチックラブでございますね。こちらどちらも発売中でございます。これは可愛い歌になってんの、かんちゃん。はい。主人公の夢ゆかなちゃんのを描いた歌詞も注目して聴いてください。わーよーし、急なアドリブによう答えた。いいですよ、かんちゃんね。さあ、ということでございまして、まあ、最後にですね、さらに百瀬さんが描いたですね、ライトノベルもあると、はい、オールジョブザワールドというね、不死身処方ファンタジア文庫さんから出ておりますけれども、これ現在好評発売中ということで、はい、これどういうお話なんですか。こちらがあれなんですよ、おそらく皆さん大好きな RPG、はい、よくあるんですけど、まあ、ジョブチェンジシステムを下地にしたお話で、あの時感じたワクワク感を全部詰め込んだ作品になっておりますので、あらぜひ読んでいただければ、ね、ジョブチェンジ結構ね難しいとこありますもんね。そうなんですよ、まあ、さらっと読めるようには頑張っておりますので。なるほど、はい、もうこれはこの1冊だけで完結するんですか。あ、今後も一応続いていく予定です。なるほど、なるほど。まず第1巻か、はい、上下巻か上中下巻かみたいなところですね、はい、はいはい、ぜひぜひこちらの方もチェックしてみてください。よろしくお願いします。さあ、それでは最後に改めてですね、初めてのギャルね、DVD ということでなりますから、ちょっと最後に一言ずつプッシュお願いします。井岡さんどうぞ。はい、初めてのギャルのブルーレイ &DVD が、これから毎月、続々出ていきますので、ぜひよろしくお願いしますっていうのと、10月7日町遊びで、トークショーを行います。上野めぐる先生も登場して、10月7日13時からと、あと10月8日に上映会も合わせてやらせていただきますので、ぜひぜひお越しください。よろしくお願いします。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ね、もう30日ですからね、受注はね、よってくださいね、皆さん、ね、お願いします、はい、続いて百瀬さんお願いします。はい、今 11話、制作中ですので。なるほど、楽しみに待っていただければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。なるほど、もうこれ自信を持ってね、おすすめできますので、ぜひぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。はい、ということで、あーちゃんのゲスト、今日のアリちゃんはですね、初めてのギャルシリーズ構成の百瀬さん、そして宣伝プロデューサーの夢岡さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。面白かった。目指せ大冒険。